と、高さが甘いんですよね、はい、レフトの左へボールを運んでいきました。追っていきます。そのまま入りました。レフトスタンドライナーで飛び込みました。石川のホームラン、2番石川、レフトスタンドへの先制のソロホームランです。石川今シーズン第1号のホームラン、まあ、ナイスバッティングですよね。打球左方向ずいぶん伸びました。はい、伸びていきましたね、ですからボール自体は、はい、それほどいいわけではないと思うんですよ、あとは捉えるか捉えないかの問題だけなので、はい、これも高さは甘いですよね。決して厳しいボールではない、はい、ただそれを逃さずきっちり打っていきたいしか、まあ、今ナイスバッティングですよね。しっかりとポイントで捉えてましたね。そうですね、良くなっているショートストップですね、はい、そうですね。打球はセンターの後方です。ヒューマの打球、風に乗って伸びていく伸びていく、入った、ホームラン。ベイスターズヒューマにホームランが出ました。今シーズンの第1号、元気者ヒューマの一発でベイスターズ3対0となりました。自身通算2本目となるホームラン。もっと増えるでしょうね、このバッターはね。振る力がついたんで、押し込めるようになってきた、はい、と思うんですね、これも打った瞬間はちょっと伸びないのかなとは思ったんですけども、はい、まあ、風もあるかもしれませんがね、やっぱりまず振れるっていうことが変わった印象。石川とヒューマにホームランが出ている今晩のゲーム。筒香の打球はセンターの右に飛んでいる。フルスイングした筒香、打球は飛び込んだ。ホームランダービートップに並ぶ第8号のソロホームラン。大きな4点目。三塁キャンバスを筒香回りました。去年5割を打った山井から今筒香ホームイン、4対0となりました。ものの見事に振り抜きました。1球目にね、打ち損じてるんですよ、はい、次も来ましたね、まあ、流れ、ゲームの流れ的にはね、はい、打ってもおかしくない時にファールをしてしまったのでどうかなと思ったんです。これ2球目の方が難しいボールだと思うんですよ、はい、まっすぐファールしてこれ、何なのかな、俺外にちょっと逃げてるボールなんですけど、やっぱり彼にとってその引っ張る、そのあたり、この音坂は現在どうでしょう。ショートの右を抜けていった、センター前、2人帰ってきます。戸柱とロマックホームイン、2点を加えました。ベイスターズ大きな2点タイムリーヒットが出ました。音坂大きいですね。今日3番抜擢の音坂が結果を出しました。結果的に言えばこの3番に置いたことというのはものすごく正解になっているんですね、内容はともかくとして、あそこでやっぱり前に来たことっていうのがやっぱりまず一つ、はい、かなり楽になっていると思うんですね、で当たり自体は悪くは良くはないんですけども、はい、飛んだコースも非常に良かった、はい、これもまず3番に彼を置いたというところが一つのポイントでもあると思います、ね、この2点は大きいですね。4対3から6対3、はい、大きいですね、まあ、ドラゴンズサイドは残してますし、もうさらに良くなってますよね。打球は一塁間を破った、筒香ライト右へタイムリーヒット、石川ホームイン、1点加えました、7対3。筒香ホームランに続いてライト右へのタイムリーヒット、ベイスターズこの回3点目。岩瀬打たれました。谷繁監督プレートアンパイアにピッチャーの交代を告げます。強振したこの筒香の打球でしたが、
球早かったですね、はい、まあ、音坂は、ね、よく逃げたなという感じですよね。音坂に当たりそうになりましたが、はい、まあ、その後も、ね、やっぱりサードへやっぱりきっちり行くあたりというのは基本さ、いろんな意味で、ね、センスも感じますし、はい、まんざらその3番というのも、まあ、今後出てくるのかなというような、ね、はい、いいセンスしてると思いますね。今日は桑原に変えて音坂を3番でセンターに起用してきました。悪いわけではないと思うんですね、はい、打球はレフトへ上がっています。これは文句ないでしょう。桑原のホームランです。ラミレス監督が手を叩きました。桑原今シーズン第1号。完璧な当たりですよね。ボールを強く叩きました。第1号のホームラン、8対3になりました、まあ、ただコメント的には、はい、その前のバントを決めなきゃなが出てくるとは思うんですけどね。ですね、はい、いや確かにそうなんですけども、はい、まあ、やっぱり気持ちの切り替えができてこういうホームランを打って、今のように監督に、ね、笑って呼んでもらえるっていうのは笑顔で、はい、今シーズンの、まあ、DeNA の一つの良さなんじゃないでしょうかね、はい、まあ、先ほどは確かにそのバントの場面で送れないという、はい、ました。ランナーがスタートしましてライトへのフライです。コーナー付近落下点、ゲームセット。ベイスターズドラゴンズを破りました。8対3。ラミレス監督今シーズンドラゴンズ戦初勝利。今日は3番に抜擢した音坂が2打点、投げては先発の久保、今シーズンの初勝利をマークしています。筒香にもホームランが出ました。先手を取って、そして追い上げを許しながらもそこから逃げたという今晩のゲーム、まあ、一旦は1点差に詰められるという場面もありました。苦しい場面もありましたが、そこを守備の良さでなんとかしのいで、そして追加点につなげました。最後はザガースキーから三上とつないで逃げ切りました。ベイスターズ8